匿名探偵、一杯おごろう。いい仕事だったみたいですね。さあ、まあどうぞってね。なんと、第1話で森次浩二演じるあのマスターが、いきなり普通に喋ってた。ねえ。うん。というのも、前のシリーズでは、結局、初回から最終回まで、一言も喋らなかったのに。で、まあ、その時はね、ヒーローのあの、田中洋二扮する、あるよのマスターをね、意識して、さらにデフォルメして、一言も喋らせないっていうの。それは見え見えだったんだけど、まあ、なんと言っても、今回はね、本家が復活したんで、まあ、被ってしまうのを避けたっていうか、真似してるって思われるのが尺なんでね。とりあえず普通に喋らせてるんじゃないかと。うん。ちなみに、森次浩二自身は制作発表の席でこんなコメントを。探偵とマスターの関係は素晴らしい。マスターは第一シーズンで何も喋らず、探偵をずっと見つめていましたが、とてもいい関係だと思います。そんなマスターですが、なぜか今回はセリフがあるんです。前回は台本も持たずに現場に行ってただリアクションをしているだけでよかったのですが、今回はしっかりとセリフを覚えたいと思っています。また前回のバーはスタジオのセットでしたが、今回から実際にあるバーを使って撮影しています。探偵と京子のおかげで儲かったんでしょうね。今回はおごるシーンも多いし景気がいいんでしょう。なるほど。うん。ところで、匿名探偵の第2シリーズ、氏名不詳、年齢不詳、高橋克典扮する主人公の探偵がなぜ匿名で探偵家業を営んでいるのかっていうのがね、いよいよ明かされるっていうことも見どころの一つとされてるんだけど、その鍵を握っているのは探偵の夢に出てくる赤い傘を差した白い服の女。うん。ちなみに演じているのはミュージカル女優で歌手の新妻聖子33歳。うん。果たして探偵とはどういう関係があるのかね。それから他に第2シリーズからのレギュラーといえばね、まず探偵を優しく見守る理髪店店主永山逸郎に柴俊夫。うん。本人曰く、ある時は元探偵、ある時はバーバーの主人、またある時は料理人、そしてまたある時はどうなるんでしょうか。そんな風に危機快快な役柄ですので、楽しみながら演じていきたいと思っております。長山は毎回人生の教訓みたいなことを探偵に言うのですが、いい加減な感じで言っておりますので、主人公がどう感じ取っているのか、そういう面白さもあります。それから続いて、マッサージ嬢相田香織には原美希恵。実は今回撮影が始まる前にマッサージ師の先生に教えていただいて、アクロバティックな動きなども取り入れています。マッサージといっても怪しいマッサージではございません。撮影が終わる頃には上手くなって高橋さんの疲れを癒せるようになれたらいいなと思います。今は撮影の都合上、体の片側だけでマッサージが終了してしまうので、変に歪んじゃったりしないか心配です。まあね、高橋克典主演のね、金曜ナイトドラマだけにね、見てる方としては怪しいマッサージを期待する向きはあるんだけど、でもとりあえず今回の第2シリーズ、いわゆるエロチックな部分は結構おとなしめというかね。うん。で、まあそういうことも要因なのかもしれないんだけど、気になる視聴率の方は、初回 5.7、第2は 8.3、第3は 7.7 とかなり低調。うん。まあね、2012年10月クールの前のシリーズでは 11.7 からスタートして、最高は 12.0、平均 10.5、全9話で1桁は2回だけっていうかなりの数字だっただけにね、そういう意味では期待外れ。うん。ただね、まあ関東地区はね、夜11時台のオンエアということで、日テレの3週連続ジブリがちょっとだけど被ってしまったんでね、まあ致し方なし。うん。でもやっぱりね、これから挽回っていうことになると、いかんせんお色気は外せないね。まあとにもかくにも、前のシリーズでは探偵事務所の隣のビルがストリップクラブということでね、まあそれこそ毎回意味もなくストリップ上のエロチックなサービスカットっていうのがあったんだけど、今回はね、隣のビルで暮らすクミっていう女性がね、探偵に着替えてるところを偶然覗かれたりはしてるんだけど、露出度はそうでもなくて、それこそ期待外れ。うん。というのもね、実はクミを演じているのは、知る人ぞ知る AV 女優の川上優。うん。あの一部では、脱いでない方が逆に新鮮という声まであるくらいなんで、
ひょっとしたら視聴率回復の切り札として使われる日が来るのかもね。ということで、とにもかくにも特命探偵、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。